明石種類醸造がある明石市は、東京から西に600キロ離れた兵庫県にある瀬戸内海に面した風光明媚な港町として栄えてきました。1918年に私の祖先が焼酎の製造を明石で始め、その後清酒の製造を始めました。ここ兵庫県は日本で最大の日本酒の産地です。米沢家の歴史は米と麹に深い関わりがあります。私はこの明石種類醸造の4代目として、今年で蔵に戻り30年になります。祖先から伝わる伝統を守り続けながら、新しい価値の創造を行い、米沢家が酒造りにかけた情熱と誇りを胸に、自分の思いを実現するため、地元の原料にこだわりつつ、現在酒造りを明石で行っています。清酒は原料に酒米と呼ばれる酒造りに適したお米を使います。明石種類醸造では酒米の中でも日本で最も優れていると言われている地元兵庫県産の山田錦で清酒を仕込みます。最高の品質の山田錦を常に仕入れるために、農家の人たちと話し合い、田植えや稲刈りなどにも立ち会い、最後は精米所まで足を運び品質管理を行います。清酒明石鯛純米大吟醸原酒、大吟醸原酒は山田錦を 38% まで、特別純米酒は山田錦を 60% まで、そして特別本醸造原酒と特別本醸造酒は兵庫県産500万石を 60% まで精米したお米を使用します。明石種類醸造は千枚を手作業で行っています。精米時に残ったぬかを取るために千枚を行いますが、優しく冷水でお米の粒が割れないように気をつけます。私たちは毎回仕込みの前に過度の吸水を防ぐために、水分含有量を測り浸積時間を決めていきます。古式に浸積した酒米を張り込み、その後蒸気を古式に入れます。お米の蒸しは古式で1時間ほどかかります。大手の酒蔵では1回あたり10トンの酒米を蒸しますが、明石種類醸造は1回あたり50キロから300キロの少量を蒸します。古式で蒸すことは簡単に見えますが、この蒸し米の出来がこの後に続く麹作りやお酒の発酵に大きく影響していきます。そのため毎回酒米が蒸し上がった直後に蒸し米を手に取り、お米を潰して蒸し具合を確認します。お米を蒸した後、澱粉を糖に変える微生物麹菌をお米に生やすことで、蒸し米は米麹になります。この作業を正菌といい、他の菌が入り込まないように特別に作られた部屋麹室で行われます。麹作りは糖化する酵素を生み出すのに大切な工程です。麹室に入っている間の48時間は麹菌の発育状態を見ながら温度や湿度を調節していきます。どのお酒に使うかによって麹菌の種類や麹の作り方も変わってきます。最初に蒸し米、麹、水、酵母を200リットルの酒母タンクに入れ発酵させます。これを酒母と呼びます。その後この酒母は2000リットルの発酵タンクに移されます。月に4日間にわたり添え、踊り、中、止めと呼ばれる作業が続きます。添え、中、止めでは
蒸し米、麹、水を順次量を増やしながら加えていきます。蒸し米のでんぷんが麹によって糖に変わる過程、その糖が酵母によってアルコールに変わるという過程、この2つの発酵過程が同じタンクで同時に起きることを並行副発酵と呼びます。発酵が終わりに近づき、思い描いた味わいになると絞りの作業を行います。強い圧力をかけず、お酒と酒粕に分けます。平均して720ml のお酒を作るのには 225g のお米が必要です。瓶詰めの際に一度だけ加熱殺菌を行います。これにより瓶詰め後のお酒の劣化を防ぐことが可能になり、長い期間美味しく楽しめるようになります。現在の明石鯛のラベルは、世界へ向けて日本を感じるシンプルでモダン、そして見やすく分かりやすいものであると同時に、鯛の力強さを伝えています。デザインだけでなく、ラベルの質感や色調は、蔵の高い基準と細部へのこだわりを反映しています。明石種類醸造のアイデンティティを強く伝えるために、古来から伝わる書道を用い、芸術家平野草原氏が明石鯛の漢字をその書道で表現しました。この書道で書いた漢字がラベルに高い芸術性を反映させ、さらに象徴的な鯛の美しい背景を際立たせました。